皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー遊んでいきたいと思います。注目の難しいからスピードランゴールできる確率約 20%、 広岡ブラザーズさんのコースへ。ベストクリアタイムは9秒230、タイム制限10秒かな。クリア率がね 3% なんですよね。ゴールできる確率約 20% なんじゃないのと思って考えた結果、ランダムでルートができるかできないかが決まるコースなんじゃないのとか思ってた。でも今見た感じそういうわけではなさそう。ここのトゲが抜けられないぞ。いきなり難しいな。ほい、抜けられ、あー、おー、難しいぞ。ほい、ほい、えい、わ、結構シビアだぞこれ。よし、なんか奇跡的に来れてるけど、あー、タイムが入れないんだけど。うわー、やっぱり厳しいわ。お、今度はいい感じじゃない？これが多分ベストでしょ今とこ。おーし、いけ、4、さあこれは厳しいか。2、1、ゴールできたよ。あー、結構苦戦したけど、ランダムでゴールできるかできないかが決まる感じじゃなくてよかったかな。次のコース遊んでいこう。お次はこちらのコース、エネミーオブザオールスターバージョン2、ザッキーさん。クリア率は 2.85%、 ベストクリアタイム1分45秒。コースのタイトルからしてスターを取っちゃいけないコースだと思う。こういうコース難しいんだよね。でクリア率もな、スターがたくさん出てくるんだと思ったらいきなりちょっと想定外なんだけど、メットをもう一個一応もらっていきましょうか。ほい、敵を倒しても大丈夫っぽいし、これはもしかして楽勝コースでなんて思ってると後で痛い目を見るから慎重に進んでいくよ。よかった、予備のメット持ってて。ほいほいほい、ここまでは別に難しいことは何にもないね。ゲストが来た、よいしょ。分かったぞ、全種類の敵キャラが出てくるよって、そっちの方のオールスターかな。そうだ、何を勘違いしていたんだ、クルクルクールさん。もう来てるんじゃないんだろうか。キラー放題から何か出てくるのか確認しないままゴール。あ、ヨッシーだ、やった。デッティー出てくるし、ゾゲメットの補充もあるし、こりゃ楽勝なんじゃないの。同じ花ちゃんでも羽がついてるのやら、大きいのやらちっちゃいのやらいっぱいいて、遊んでいて飽きないコースになってますね。いろんな敵が出てくるのはやっぱり楽しい。わー、ワンワンか。ワンワンは、ワンワンは嫌い。モフさんにいじめられたせいで、ワンワンは嫌い。わー、もう、でもこれヨッシーがいてよかった。ヨッシーいなかったらちょ、怖い。僕ね、あ、ジュゲームはもっと嫌いよ。ジュゲームはもっと嫌いよ。トゲ、うわおー、パタパタ。おーし、なんかすごくないですか今の。めちゃくちゃいい勢いで来られた。うわ、しまった、ヨッシーがいないと無理でしょう。おーい、炎のついたパタパタやら、上のメットが落ちてくるやつやら、ここは厳しいな。よし、ここはゴリ押し安定。くぅ、あっちのブラックパックのタイミングを見て、どうだこれで。ああ、生き残った。今のすごくないですか。自分で言うのもなんだけど、神った。よいしょ、ハンマーブロス自体を抜けて、あいつは落ちてこない。でもトゲメットがもうすでになくなったと。おー、怖いよ。でもすげえ楽しい、このめちゃめちゃ感、はちゃめちゃ感っていうのかな。最近は洗練されたコースばっかりが多くなってきちゃってるから、逆にないですよねこういうコース。よいしょ、ヨッシー使って踏む。でも踏めない。このグダグダ感も久しぶり。いやー、マリオメーカーやっぱり面白いよ。これからもね、面白いコースどんどん生まれてほしいんだけど。生光を通して、クッパクラウンに乗って、あ、トゲメット、これは取っておきたい。よ
よし、あ、しまった何をやっているんだろう。よいしょ、こうやって乗って、こうやって乗って、よいしょ、くるくる、わお、おとなしくクッパクラウン乗っておけよってね。今どっかから下が落ちてきてたような気がする。どっから下出てきたんだ。あ、こんなところに隠しブロックがあったのかーい。これ絶対投稿者さん用の隠しルートじゃん。それはずるいよ。次からありがたく使わせていただきましょう。もしかして今までのところにもあったのかな、投稿者や。わーお、この辺、よし、スタート。で、これで楽勝でしょう。今のうちに、よいしょ、どん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 進んでいくる。オッケー、どんどん突っ走る。ほい、すげえ、こんなところまで来られた。もしかしたらこの辺りにも実はあるんじゃないの。なんかありそうな気がするよね。それを見つけたら楽勝なんだけど、まあオールスターって書いてあるぐらいだから別にあったっていいんだけど。いやでもさっきのはずるい、ずるい。よし、あ、プロペラ、プロペラ、プロペラ。このコースだったらファイヤーよりプロペラの方がいいんじゃないのとか思ったけど、どうだろうね。これ下を進んでいけばテレサを倒しつつ、こっちにもコズいい感じ。うー、大きなテレサ来ないで。よし、逃げ切った。ここからはボムヘイちゃんコース。これタイミングが難しいな。ほい、来る来る。よし、ほい、これはうわ、どこに行けばいいのかがよくわかんないけど、お、中間ポイント発見。よっしゃ、これで上かな。扉があるからこっちかな。お邪魔します。はい、すいません、ちょっとゲームパッドの充電がなくなってきちゃったんで、今充電器をつけましたと。つけてると何か変わるのかな。これな、炎を食べて少しずつ倒していく。いいね、これトゲメットをかぶってるおかげでどんな敵が来ても大丈夫。1個 P スイッチを口に含んでもう1個出てくるのを待ちたい、待ちたいけど出てこない。 P スイッチってそういう仕様だったっけ。沈んでいっちゃった。こうすればもう1個出てくるよね。これでいいかな。もう1個加えていくかどうするか悩んだけど、まあいいでしょう。ここまでかな。楽勝楽勝。乗ってゲストは早めに始末して、こっちかな。おー、危ねえ危ねえ危ねえ。あのでっかい砲弾は今のは危なかった。ゲストを食べたいけど、くっそ、どうなってんだ。戻ってくるよねあいつね。これに乗って上、こっち、はい、ここはこうだ。くっそ、ダメか。ゴリ押しで突破して、ゲストやだ、ゲスト本当にやだ。こいつらは全部倒したら、もうそろそろゴールがあってもええんやで。そろそろクッパさんかな。こいつは倒さなきゃいけないパターンかな、それとも倒さなくてもいいのかな。ヨッシーを取りたい。ヨッシーを取れば倒さなくてもゴールできちゃいそうな気もする。ほら、よいしょ、あ、ダメじゃん、ダメじゃん、あ、大丈夫。今右上に土管があったのがすっごい気になるんだけど、もしかしてどっかから抜け道とかがあったのかな。途中の隠してした後にそういう抜け道ルートがあってもおかしくないかもしれない。次行こう。見て、久しぶりに見つけた便秘はつらいよ草パナコース積み合わせ、E2 ランキング難しいの6位に入ってました。このコース一回クリアしてるんだけどね、もう一回遊んでみよう。パナ合わせ、便秘はつらいよ、草パナ詰め合わせ、いろいろ書いてありますね。多分動画にもなってると思うんだけど、いつ頃動画にしたかちょっと忘れちゃった。このね、泣いてる女の子の靴をクッパが奪っていくっていうコースだね。トラウマ界のイベントで作ったコース。男はつらいよコース、これね、ミーバースのコメントを使ってくるくるくるさんがカラオケを歌ったりもしたんだけど、今ミーバースが終了しちゃったせいでカラオケの
文字が流れずに音楽だけが流れちゃうってクソバナさんが嘆いていました。ミーバスいい機能だったにな。というわけでトラさんコースを抜けていったら次はミニゲームコース。パフパフパフ。いろんな種類があるよ、草花さんのミニゲームコース。どのコースも面白いからって思ったけど、結構たくさんありそう。いや、これ2回目のプレイだからそんなにいらないんだけど、これ確かしゃがん、あのなんだっけ、スクワットコースだ。有名な実況者さんの F さんとかも確か実況してたはず、本家の方ね。というわけで次は2つ目。懐かしいね、久しぶりにやるとどんなコースだったか覚えてないから楽しいわ。ブリ、思い出したぞ。これ確かこの子を右端まで持っていくコースなんだけど、結構苦戦してた気がする。よいしょ、土管の中に戻ってっちゃったよ。よし、おい、お、よし、惜しい惜しい惜しい。畜生め、運ぶのに失敗したらもうあとは邪魔なだけだからね。次次次、よいしょよいしょ。これさ、せめて大きなキノコ状態じゃないと怖いんだけど、やられちゃいそうで。こう来て、こう来て、どうだ、よっしゃー。バスケのダンクコースか、そういえばそんなのがあったような、なかったような気がするんだけども、これでやっと2つ目をゲット。まだまだ先は長いか。サパラさんのコースといえば、あとはね、思い出深いのはなんだっけ、演奏系のスピランコース、アラジンのスピランコースとか。うわ、やられた。あ、ホールニューワールドとか、あとナウシカとかもあったっけかな。そういうすっごい面白い演奏スピランコースがあるんで、皆さんよかったらプレイしてみてください。多分消えてないはず、大人気コースでいっぱいいいねついてるから。おーし、これで突破して、この P スイッチの待ち時間が長いと、ここをコメントはどうしようかな、カットしようかな。次ミニゲーム4つ目、これは確かあのメットを跳ね返さないといけないんだけど、どっちに跳ね返しとるんやい。こっちに跳ね返さないといけない。うわ、失敗した。ちくしょうめい。今度は最初から一番狙いがつきやすそうな右側で待ってよ。よし、跳ね返して、跳ね返して、もう一回跳ね返して、そろ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 、いや、あと何回ぐらいかな、3回ぐらい。これ同じこと繰り返してるの動画的にもあんまりよろしくないよ。というわけで、あー、やばい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 。あ、でも P スイッチをしてくれた、ギリギリセーフ。ギリギリアウトな気もするけど、これもギリギリセーフ。どんどん進んでいきましょう。ピンクコインあと1枚だ。さてラストのエリア5、これは P スイッチを持ってきて思い出した、クリボーさんを助けてあげろっていうコースだったような気がするけど、あれ、これど、あ、こっちか、こっちか、こっちか、こっちに来てクリボーを助けてあげる。そうするとサとかが出てくるんだっけか、見た感じ多分そうかな。ニュキニュキニュキっとなんか怪しげなツタが伸びてくるんで、それに捕まって進んでいきましょうと。まあここは一番簡単だったかな、ミニゲームの中でも。ピンクコイン全部ゲットしたので、そろそろゴール、サメかな、サメエリアかな。サメじゃないんかーい。これ靴をクッパに返してもらって喜んでないやないかーい。ちょっと今あれと思って確認しちゃったよ。というわけでゴール。あー、すっきりしましたね。さて最後はスピランで終わりにしたいと思います。きっと楽しめる中間ありのスピードラン、ライラックさん、ベストクリアタイム33秒、クリア率は 7.49%。 できれば中間のお世話にならずにクリアできるといいなと思うんだけど、多分
お世話になっちゃうんだな。ヒップドロップして、バニーを使って三段シャンプーができ、あ、できてたできてた、できなかったかなと思ったけど、今のテレサ実は気づいてなかったけど、うまいことスルーできてよかったわ。うわー、バニーを使って一気に進んでいけば大丈夫。最後は下腹になってるっぽい。左か、ここに中間があると降りていって、次はここは走っていくだけ、三段ジャンプができないじゃないかい。ああ、中間ポイントもお世話になっちゃったよ。まあしょうがないか。最初からやり直すのはちょっと大変だし、1、2、3段ジャンプからのうまくいかないじゃないかい。あれ、三段ジャンプだよね、違うのかな。今ちょっと壁に引っかかっちゃったけど、まあそれは大丈夫でしょう。どんどん走っていって、1、2、3段ジャンプ、あ、こういうことか。ヒップドロップで P スイッチをしたら入ってきて、最後は下アラント。なるほどね。ほい、ちょっと最後トゲに詰まっちゃったけど、まあこのぐらいはセーフかな。マリオタイム、ほっほー。最後、今右上に見えてるレールが、あのキノコの床っぽい感じになってていい感じがした。それだけきっと楽しめる中華ありのスピードランライダックさんのコースでございました。ありがとうございます。そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。